その谷さんの場合はですね、自分の知り合いで昭恵夫人もご存知の方である籠池さんから手紙で紹介されたんでわけですから、これは回答するのは当たり前。そしてまたその谷さんから、一般人でも回答するところを谷さんから紹介を受ければ、それは当然財務省として回答するのは当たり前ということで、ファックスの正当な論点は回答してあげたかどうかではなく、財務省が総理夫人だからといって本来できないことを無理やり曲げて回答しているかどうかという1点だけでございますが、これはもう皆様ご存知の通りゼロ回答であるということであります。でこの点に関しまして、先日の大門先生の決算委の質疑におきまして、実はファックスは一見ゼロ回答だけれども、籠池さんの望みはすべてかなっているから忖度はあったのではないかというご指摘がございました。これも私ちょっと違うのではないかと思っております。というかですね、森友問題がこじれた一番の大きな誤解は、財務省が随契約とかですね、分割払いとか、相手方に親切というかですね、相手方の事情に配慮した対応していることが、例外的であるとか、おかしい、悪いことであるというような捉え方をされているところに、問題、その点がちょっとおかしいんじゃないかと思っております。民進党の大塚でございます。今日はいくつかの話題について質問させていただきたいんですが、森友の話は最後に聞こうと思ってたんですが、今松川さんが触れられましたので、ちょっと私も復元させていただきますが、松川委員におかれては、大変優秀な方だということは十分伺っておりますが、議会の先輩として一言申し上げると、大門さんの質問は違うというふうに、おっしゃられましたけれども、委員会の場というのは、自分の意見を言うのはもちろん当然のことだと思いますが、あまり他の委員のご発言を引用して、それを否定するための発言というのはされない方がいいんじゃないかと思います。例えば先ほど三宅さんがおっしゃった東芝とかですね、JAL の話は、私は考え方は同じなので、三宅さんに賛同するというようなことを申し上げようと思ってたんですが、賛同する場合はともかく、それは違うということを、特にこの問題は今、大変大きな問題になっているわけでありますので、松川さんのご意見をおっしゃられるのは、もうそれはそれで結構なことかと思いますが、大門さんの意見は違うと思うというようなご発言は、少しお控えになられた方がいいんではないかなと、僭越ですが申し上げたいと思います。さて、籠池さんの望みはすべて叶っているから忖度はあったのではないかというご指摘がございました。これも私ちょっと違うのではないかと思っております。あまり他の委員のご発言を引用して、それを否定するための発言というのはされない方がいいんじゃないかと思います。